ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで世界のコース行ってみよう。はい、今回はレッドコインマンション。レッドコインマンション、なんだそれ。謎解き一発ネタ。あ、レッドコイン、あれか、鍵の元。謎解き一発ネタ、レッドコインマンション、そういうことじゃない？違う？何これ、早速ここにぶら下がってなんかできる？ん？なんか、ん？何もないの？何もないの？あれ？中間早くない？あれ？中間早くない？え、ちょっと待って、ちょっと待って。何？何が中間なの？どこに入ればんやろう？あっこになんか、鍵の元あるんやけど、あれ最後の取らんといかんやつよね、きっと。え、もしかして、2、4、6、7個必要やけん、この土管1個ずつと、下の扉1個ずつと、最後あの1個ってことかな。行ってみよう。ドッスンが何かありそう。あれですよねー。潰れた。潰れた。はい、ドッスンの部屋。うおー、恐ろしい。ほ、ドッスンの後ろなんかあるんかと思ったらキノコか。しかも背景のキノコか。来いよ来いよ。顔が怖いよー。う、でもう一回ドスからの、よし、ピヨーン。で、あとは、はい。いやー、怖いー。あ、こっから戻ってくるんや。なるほどね。はい。中間。何回でも中間取れるんやね。で、次は、クレーン。クレーンの部屋。あ。え？はい、クレーンの部屋。クレーンって言うんかな？クレーンでいいんかな？お、ドッスンの部屋に比べたら全然怖くないぜ。いいよ。まあ、怖くないのとできるのとは別なんですけど、え、これはどこ行けばいいの？え、落ちるの？普通に。え、あれ必要でした？え、あれ必要でした？ちょ、そのキノコをこっちへください。キノコ。はい、キノコ。え、なに？嫌がらせなの？それ。はい、キノコ取って、はい、こっちで落とし、ちょっと、もうちょい、もうちょい。もうほら、マリオの目と鼻の先。あ、来たー！ちょ、待って。で、ここで、あえて、一旦潰されての、はい。鍵のもと。はい、そして、三つ目は、パックンと、なんだ？パックンって言っても、このタイプのパックン。これは？これはいけるの？いけるんすかこれ。ミニミニパックンと赤いトゲゾウ。トゲゾウではないの。トゲ1個しかないもんね、この子たち。あー、ちょっと待って。スピンジャンプで乗らないといけないんだよね。これで、はい、は、はい、て、てい、てい、ふぅ、怖いよ。ほ、ほ、てい、やったーやったー。はい、そして、ちゃんと上から順番やな、私やっていきよるの。あ、戻った。はい。何回中間。これで点数稼げるんじゃね？はい、次は無敵。なるほど。無敵。からの、よいしょ、よいしょ。
よいしょ、よいしょ、よいしょ。ちょ、無敵補充したい。無敵補充したい。はい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 。はい、はい。これ急いでいかんかったら無敵切れるよ。無敵切れるって。無敵切れるって。オッケー。はい、そして。ん？中間取ってないぞ、今。まあまあ、はい、オンオフ設置。はい。お？ちょ、待って。ちょ、待って。え？これは、よいしょ。あ、このやつやね。オッケーオッケー。ちょっとずつ、ちょっとずつ上に上がっていく。はい。押せるところを押したら、ちゃんと、いけるやつ。で、最後、はい。怖っ。怖っ。足場なくなった。はい、中間。はい、中間。で、最後は？あ、乗るやつかな？ブロック。動く足場ブロックじゃないですよね。はい。ちょ、待って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 。え？無理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 。折りたたまれていく。でも、一回一回部屋ごとに中間があるのは、ものすごく助かる。危な。めっちゃ危な。ちょ、待って、どこに向かうの？どこに向かうんですか？めっちゃ怖いんですけど。え、なに？超怖い。そっち。めっちゃゆっくりゆっくり動いていくのが怖いんですけど。あ、そこや。やったー！で、早とちりで行って落ちたりとかね。はい、中間、取ってなーい。取ってなーい。いや、しかし、はい、これで、進めるー。ゴール！やったねー！めっちゃギリギリんとこ立っとるやん。イェイ！イェイ！はい、コースクリアー！いいね！そして次は、スーパーヨータブラザーズ 3-2。誰って思ったら作った人か。スタンダードオートスクロール。主な仕掛けはバーナーやトゲメット付きの足場など。トゲメット付きの足場？なるほど。やってこう。でもあ、そっか、オートスクロールか。動くのがオートじゃないんか。なるほどね。よいしょ。さあ、頑張っていこうか。いいよ。いけるいける。よいしょー。あ、またキノコ。定期的にキノコがあるのは嬉しい。え、これオートスクロールなの？全然動いてなくない？いやー！そういう感じね。なるほど。ちょっとずつ進んでいく感じね。オッケーオッケー。いいよ。ほっ。あーさらに上にもあった。2個目のキノコー。で、バーナーに炙られないようにちょっとずつ慎重に進んでいく。上のあのスイッチみたいな何？ちょっと気になったんやけど。イエーイ！いけるー。よいしょ。はっ。これで？はい。ふー。あ、ここにもキノコ。あ、この上は何もできんの？はい。で、ここ下がっていって、あ、中間。やった。オッケー。で、バーナー。よいしょ。バーナー。はい。これ何これ、なんか、スイッチみたいな、ステッキみたいな。これ下行くの？コイン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 。ワンナップ。そして、扉。あ、これさっきのとこの先かな？違う？よいしょ。怖い。ちょっとずつ、全然オートスクロールじゃなくない？オートスクロールなのこれ。お。はい。え、これ。あー！ちょ、待って！待ってー！そこに扉があった。よいしょ。はっ。はぁ！トゲ！ちょ、ほっ！
救済措置ですか、それとも普通に進むのか。え、ゴールやった。え、なにこれ。コースクリア。え、ん、これはあれですか、ショートカットってこと。なんか別のコースあったよね。ショートカットってことなんかな。はい、ということで、今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あっこで落ちずに普通にポンポンポンって越えていけとったら、なんか別のルートでゴールっていうのがあったんかな、正規ルート